なことを。もう戦えない者を武部隊にあげるのがお前たちお得意の信頼だとでも言うのか。信頼？何が言いたいのですか。俺に二度も手を下させるな。あれはただの保険です。スーパードラゴンボールは私がいただきますので、あなたが手を下す心配などなさらずとも結構。今のあなたからは以前のような絶対的な強さを感じませんよ。あなたは再び敗北を味わうことになるでしょう。この私にね。やれやれ、バカな奴らだ。おや、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです。黙れ。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないとね。俺の強さが砕けたと言ったな。本当に砕けたかどうか、その身をもって思い知れ。熱くなりすぎですよ。今度は軽い怪我じゃ済まないぞ。二度は食らわん。お互いにな。余計なことを。あいつらやりやがった。やっぱすげえな、あの二人。たかが足止めに随分と全力を出されたようですね。もし俺が失敗してもお前がいればあとは大丈夫だと思ったからな。さっさと決めてこい。信頼していただけて光栄ですよ。ジレンはよくやった。もうこちらを見る気力もありませんか。残念ですよ、最後にあなたの無様な顔を見られなくてね。